皆さんこんにちは、かなです。昨日期末のね筆箱紹介を見て、うわやばい変わってんなって思ったから紹介いたします。筆箱は変わっておりませんが、中身がすごく変わっております。何でして中身変えたがる。いや、変えたがるっていうかね、より良い筆箱に近づけたがるのよ。見ようかな。でですね、中に入ってたけどもう出しちゃったメモ帳です。キャンドゥで買いました。これ無印で買ったけどもう少ないでなってたやつね。とこれが、これどこで買ったっけで、この横線が入ってるから、ノートとかで足りなかった時にちょうどピタッと貼れるの。めっちゃこれおすすめだよ。と、もうこっち系全部紹介しようか。紙系を先紹介しますね。手紙です。これは百人一首大好きな子からもらいました。全員集合ウェイ。問題、あらざらんこの世の他の思い出に、さあ答えよって書いてあるね。あらざらんこの世の他の思い出に、もうひとたびのおことまがなですね。あとこれはファンの子からいただいた子です。子ですねあれファンのファンの方からいただいた付箋でございます。この前は使ってないって言ってたけど、読書の時に分からない単語が出てきたら、このちっちゃい付箋を貼って家に帰って調べるっていうのをやるために入れてます。めっちゃ可愛くない？裏にね、こう一個あるだけでめちゃめちゃ可愛いの。だからこれを入れてます。あとはこの間も紹介したやつね、付箋の方、ダブルリングメモは使い切っちゃいました。で次、これマステ。マステ灰色が入ってます。題名の上に置いたりとか、強調したい時に置いたりとか、取っ手紙の時に一番使いますね。そう、私手紙めっちゃ書くんよ。なんでだと思う？残したいんじゃない、会話を。でも自分の手元には残らないわけじゃん、あげるから、ね、不思議ね。あとこれハサミ、普通に。でもめっちゃこれ切れ味やる悪いよめっちゃ、そういう系めちゃめちゃ切れ味悪いの。そう、めっちゃ切れ味悪いのこの子。だから私買い替えて業務用のハサミにした。腹が立ちます。で、これはホッチキス。なんかね、この小物の白で揃えたい。のり、これずっと使ってる。小6の時からずっと変わってない。あれリピ買いしてる、何度も何度も。と修正テープ、いやこれも結構リピ買いしてる。そう、これ前の期末の時は友達とソロの修正テープを使ってたと思うんだけど、こっちの方が断然いいです。細いし、細いのよ。いい。とこれ初登場じゃない、付箋です。めっちゃオシャンじゃない。ロフトに売ってたんだけど、これの色は黄色と水色かな。でここにあるじゃん、これを取ってピリピリってして取れるの。普通に折り目が何個かついてるからピリって取って使えるの。ママ、ペダルのやつ、おしゃんだろう。はい、これはプラザで買いました。ママさん、プラザのスペル間違ってました。 PU って U いる？プラザの定規です。変わってない、ずっとこの種類、ずっとレーテさんの B です。で、そう、今からペン類を紹介するんだけど、ペン類が一番変わってると思います。まず消しゴムは2個常備。いや、やっぱね、多いよ、みんな消しゴム忘れてくること。普段は黒を使ってます。で、忘れたっていう人がいたら、その人たちに白を貸します。マッキーね、皆さん常備してますか？モテますよ、入ってたら女子に。よし、いっか。シャーペン変わりました。この方です。パイロットのエアーブランクっていうのかな、 0.3。 これめちゃめちゃ書きやすいの。嘘だと思って買ってみてください。すごい書きやすい。ママちょっとこれ書いてみて。これで本当だ、書きやすくない？書きやすいんです、抵抗がなくて。本当だ、すごく書きやすいシャーペン。これ2本買いました。オレンジとピンクと、変わってませんね。うるさい、静かにしなさい。変わってない。スタイルフィットの5色のボールペンが2本だから計10色ありますね。やばいね。そう、ピンクの量が増えた。ピンクが3色入ってんの、プラス紫オレンジと、これ紹介した黒赤青緑黄色が入ってます。もう
うわこれも変わったね。マイルドライナー、新しい子たちだ。スモークブルーとマイルドピンクとマイルドサマーグリーンですね。3色加わりました。これは変わってない、ずっと変わってない、不動のグレーとダークグレーインク。最後に2つ紹介したいこの子たち。こっちはサラサの 0.7mm。 その題名とかを書くときに太いペンが欲しくて買ったんだけど、 1mm を買って失敗してるんですよ。やっぱ缶ちっちゃすぎるんだよね、字が。で 1mm だと潰れに潰れて本当に書きづらかったから、ギリギリ 0.7 だったら文字が潰れないように書けるから 0.7 を買いましたですね。あとこれめっちゃいいよ、これみんなにおすすめする。サラサのマークオンっていう、あ、これ全然宣伝とかじゃないんだけど、そう、あのあれじゃないよ、やらせじゃないよ。これ 0.4 と 0.5 があって、サラサのマークオン、ちょっと見た目がね、え、これ何って思うかもしれないんだけど、これはすごくいいの。例えばペンとかって書いた後にマーカーをその上から書くとにじんじゃうじゃん。これ絶対にじまないの、すごいと思う。あー、めっちゃ力説してる。やるよ、ペイって書くじゃん。で、ちょっと振って乾かすんですよ。で、なんかマーカーで引くんですよ、この上に線をピーって。ちょっと全然効果わかんないな。で、これで書くんですよ、雪が綺麗と笑うのは君がいい。で、引くの。今から行くよ、バッて引いてみるけん、にじまんけん。ほら、一切にじんどらんけん、もう見て、ほら、いや、本当ににじまないの、素晴らしい。このアイディアは本当に素晴らしいと思います。あのほら、こういうさ、薄い色とかさ、薄い色とかでもよ、一切にじまないのよ。あ、ちょっと乾いてなかったからちょっとにじんだけど、でもわかんない、ほらピンクもにじまない、素晴らしいの。これは違う、これは 0.4ですね、0.5 と 0.4 しかなかったから、カノンの好きな 0.3 はなかったんだけど、本当にすごい、みんなにおすすめする。いや、ねママ、ね、ちょ、ね、これ使ってみて。え、すげえ、すごくない？いや、すごいの、この子、にじまないっていう、サラサのマークオンかな。マジでにじまないの、もうこれ何回もやってるけど、にじまないんです。おすすめ、マジですごいおすすめ。いや、もうマジでこれを紹介したかったの、おしゃれな筆箱目指して。そう、今ね、塾でね、誰がね、女子力一番高い筆箱にできるか対決してるの、男子と。変なことするでしょ、ちょっと負けそうだね、な、そんなことない。はい、筆箱紹介終わり。最近指パッチンがちょっと鳴るようになってきた。今日は缶の筆箱紹介をしました。サラサのマークを本当に何回も言うけど、おすすめなので、皆さんぜひ使ってみてください。バイバイ、また見てねー。